冨安、三笘止めれると思いますか、自分は前傾姿勢なのが治らないと厳しいと思ってます。だから、前向かせないのが重要ですよね。三笘も三笘で、相手のサイドバックに近づきすぎてボール受けようとする癖はあるんで、そう、そこでね、相手のサイドハーフの背中。そう、だから、これが三笘だとして、こっからボール入ってくるとき、三笘はこの辺で待っちゃうんですよ。そうすると、ボールの移動中に詰められるから、冨安とかだと絶対これさせないから、前向かせないから。ここでちゃんと低い位置で、サイドハーフの背中だけど、サイドバックは前でなきゃいけない位置で受けると、ここで裏で受けるっていう駆け引きできるし、それを使ってこうもいけるし、みたいな。そこはボール受ける前から勝負が始まっているよね。触りたくなりました。